中田翔、手本を見せるから見とけよ。秋広に告げて打席に、それでも震えた足で打った逆転サヨナラ弾。巨人がサヨナラ勝ちで2連勝。7回に秋広のソロで1点差に追い上げ、9回に中田翔が2ランを放った。5番手の大江が3期ぶりの勝利。広島は栗林が踏ん張れず。ホームラン出れば逆転サヨナラ。いったー！中田翔、逆転サヨナラホームラン！一振りで決めた！中田翔、逆転サヨナラホームラン！まさに、イッツショータイム！4対3、巨人サヨナラ勝ち。守護神栗林を打ちました。1球で仕留めました。9回西走者なしからの劇的な逆転サヨナラ勝ち。巨人の原監督は試合後、ああいうことが真剣勝負の中であるのが野球の面白さであり、凄さと目を赤くして振り返った。その立役者は中田翔と秋広。自主トレーニングを共にする師弟コンビだった。1点を追う9回、広島のマウンドは守護神栗林。先頭の秋広氏はファウルなどで粘った。しかし及ばず、8球目のフォークボールを空振り三振。続く代打丸も三振であと1人に。岡本和が粘って四球で出塁した。ここで打席に入ったのが、5番中田翔だった。打席に入る前秋広氏に、手本を見せるから見とけよと告げたという。直後の初球、有言実行の一振りを見せた。フォークボールを捉えると、舞い上がった打球は左翼席へ吸い込まれた。本塁に帰ってくる中田翔を、ホームベース付近で万歳をして出迎えたのが秋広だった。もみくちゃになった中田翔は、完璧だったと思いますと胸を張った。中田翔に火をつけたのが、秋広のプロ初本塁打だった。2点を追う7回、広島松本のカーブを捉えて、右中間席へソロ本塁打。嬉しすぎて、あんまり記憶にないという一振りだった。しかし、中田翔には言うまでもなく、強く印象付けられた。秋広がいい本塁打を打ってくれたので、負けるわけにはいかない。二人でお立ち台に上がり、ファンと一緒に喜びを分かち合った。見とけと言って打席に立ったので、すごく足が震えていましたと中田翔は明かした。師匠は面目を保ち、ほっと表情を緩めた。巨人原監督、9回は見事な4、5番でした。中田翔はこのところ、いい間合いで打てるようになってきた。秋広は今日のホームランは、育っていく上で非常に大きなものになる。中田翔24、305、400、724、28本、73打点 OPS、932。理想の4番。やっぱ遠いんよ。バトルフェイスしてるわ。これがレフト守ってて唯一棒高かった時？平均 OPS765 で駒田福浦レベルな模様。パンチ力あるのええよね。50本打てたら見直すわ。3台、あのデッドボールがなければ、中田山田哲と、あと1人は？前田、藤浪、小笠原、森杉定期。新球場のこと考えたら生え抜きスターとして日ハムに追ってほしかったな。札幌ドームと相性最悪だったのがもったいない。梶谷、3回死球で骨折させられてる。ちなそのうち2回は巨人。でも外野から両内野になれたよな。ファースト転向失敗する外野手多いのに。ようやっとる。将来は我が軍読売ジャイアンツにふさわしいな。FA 拳で救われたな。まあ投げ、3、1、左、1足。レフトでレーザービーム投げてた中田好き。ファースト中田嫌い。もともとサードやったし投手もやってたしな。やっぱね、おばんちょうやわ。チャンネル登録よろしくお願いします。